石炭残儀は北海道三笠市で2008年から製造・販売されている残儀。かつて市内で産出された石炭をイメージした真っ黒な色調が特徴である。残儀後見和の里、三笠の取引しを2008年に三笠市内の企業、町おこし工房プログレスによって市内で生産される食材を使用する新たな名物料理として考案された。ヒントになったのは 鉄道博物館で販売されている石炭あられであったという。三笠ジオパーク認定商品第4号に登録されている。石炭を模している。石炭をイメージした黒い色は調味料のイカスミによるものである。三笠で生産されるお材料を多く使用する。鶏火を、リンゴジュース、庭の里、杉山農園エ玉ネギ、本別に自生する、餃子ニンニク。 三笠産ニンニクを使ってオリジナルのタレに漬け込んでいるという。片栗粉や卵も北海道産で地産地消の商品である。食感は柔らかく、味わいは残儀同様。醤油ベース味で香ばしく、リンゴの甘みが感じられる。1パック5個入り、350円。2009年8月以降、道の駅三笠敷地内で移動販売車、残儀号を使用して、 調理販売しているほか育春別のアイスの森でも店舗販売しているその他市内イベントや札幌での催事でも販売ありがとうございます。